ーい、こんにちは、サルウィンです。いきますか。憧れのあの人と戦いたい戦友大戦かかかかい。全然決まってなかったわ。見切りました。というわけでですね、今回は初めての戦友対戦。ちなみに戦友対戦とは言っても知り合いではございません。はい、ですね、まずですね、先日1月26日、6時半かな、夜、まあ、18時半、はい、18時半から、19時半の間に15分刻みで、6回仁義丸々葵さんとね、戦える機会があったんですよ。ちなみに当たれた方いるんですかね。仁義、まあ、てかむしろどうなの、あの表現はどうだったんですか。仁義なき葵だったのか、全武将が丸々だったのか、二人とどっちかができるとかそういうことだったのか、それともただ仁義なき葵、明らかにわかるけどそこをこうなんか遊びでちょっと丸々にしてたみたいなやつなんですかね。よくわかんないですけど、とりあえず戦いたかったので頑張って、何でしたっけ、あれですよあれってないやねって話なんですけど、まあだからこれとりあえず、まあ、一応6時半をめどにね、戦友、まあ要は戦友対戦、三国志っていう3594っていうパスワードを入れて、っていうか、右上の、数字っていうか、点キーみたいなやつの意味がやっと分かりましたね。あそこで戦友対戦の番号を入力するんですね。あの番号なんやろ思ってたんですけど、はい。というわけで、まあ、ただ、はい、お相手は見ての通り、まあ、名前伏せちゃってますけど、この方は、違います。今だから、みんなして3594っていうパスワードを戦友対戦として入力するもんだから、要は、誰かしらとはマッチングするんだけど、まあ、お目当ての方とはマッチングするとは限らないっていうか、まあ、相当確率低かったんじゃないかな。なんだかんだで。まあ、私がいた店舗はね、もうやべえ、混んでたらどうしようとか思って行ったら、2人ぐらいしかやってなくて、あ、普通に空いてる、やったーと思って、しかも他の人別に普通に全国とか、何やっけ、ハオーロードじゃねえや、なんだっけ、リユーロードかとかやってたので、まあ全然、まあ知らない人もいたんでしょうけどね、だからツイッターたまたま私も公式サイトの方を見に行った時に、そんなんがあったから、おおと思って、一応まあリツイートとかしといたんだけど、まあまあまあ、知ってる方はいろいろ挑戦したんじゃないですかね、てか言うて私も、なんかむしろ最初に対戦相手が決まりましたって言った瞬間めっちゃテンション上がったから、マジでやったーと思って、てか動画的にめっちゃ嬉しいやつやん、てかむしろ今までなんだかんだでワンツースリーってずっとやってきたけど、戦ったことなかったんで、戦える機会あったらやったぜとか思ったんだけど、そんなことなくて、はい。まあ、だからほら、なんかマッチングした瞬間、この画面が出た瞬間ね、多分絶対お互い、ダメだったか、みたいな落胆からゲームが始まるっていうね、ある意味斬新でしたよ、この。面白いですね、この、だから、ちょっとまあ割と、やっぱりね、なんだかんだで、ワンとかからずっともう見慣れたお名前の方々も結構いるんで、まあ名前変わっちゃった人も何人かいるんですけど、まあ本当はずっと昔からやってる私みたいなプレイヤーからすると、あ、この人と戦いてえなっていうのはやっぱあるんで、あとこういう機会があったらぜひ ね、セガさんには設けてもらいたい。ということで、長くなりましたが、行きましょうか。お相手、てか私はまあ警告ですね、いつも通り5枚警告。で、お相手がですね、これは何だろうね、超運わらって感じですか。てか、やらしいっすよ、このデッキはね。よくできてますよ。そりゃ、まあ、6連勝もしてると。はい。私、まだ6ピン注意ですよ。6ピン注意、バーサス4ピン注意なんて。というわけの試合です。まあ、見に行きましょう。てか、12位ってこれ、どこの12位？全国ランク12位ってこと？この人。そういうこと？違うよね。もっとあれだもん、高いもんね、もっと。だって、もっと高くなかったっけ？あれ？まあいいや。何のランキングだろうね、これ。まあいいでしょ、見に行きましょう。いやー、この試合だったか分かんないですけどね、とあることをやらかすんですよ、私が。まあとりあえず見てみましょう。もう私もね、すげえなんかもう、割ともう興奮しまくってたんで、てか柵の置き方も割と怪しいしね、うわー、やべえ、ドキドキしてるーって感じだったんでね。まあ開幕はとりあえずですね、割
れちょっと柵もうちょっと守りたいんだけどね。どうでしょうね。はい、ゲゲ取っていく。そうね、伏兵がね、怖かったんですよね。って言ってるとこで、フォートを踏みましたよ。やっちゃいましたね、孫拓也。おつ。あ、それでもなんてか守れる。なんてか守れる。悪くない。悪くないよ。中隊もうちょっと下げてもいいんじゃないか。はい、とつくらう。で、スー氏は朝鮮が止めてくれたので、それ一回とりあえず朝鮮戻して戦線を固めたい。ここはなんとか乱戦はできないけど無敵槍で、あとは五慶さんがそうですね、ちょっと早めに乱戦に行きたいところ、柵を守りたいところだが、しかしここで倒れる。ナイス撃撃。まあ理事も頑張って仕事してますよ。やっぱなんだかんだでね、朝一じゃないんで、ちょっとだけ切ればいいですよ。ちょっとまあ、言うて、朝一、まあやって、まあ動画上げて寝て、4時間ぐらい寝たのかな ?4 時間ぐらい寝た後に、はい、やってるんで、まあまあまあ、だまだね、多分朝一やってる時よりは、まだそこそこ動かせてると思いますよ。集中力はそこそこです。そこそこですね。ジョショが怖いんですよ。ジョショが早く殺したかったんですよ。まあ、とりあえず一回離れてくれたんで参ります。やっぱね、昔からそうですけど、ピンポイント落雷とかにも悩まされてきましたからね、朝鮮とか。だからやっぱり飛来心を立ててっていうのはやらなきゃいけないんですけど、だからそこの役割はまあ五慶さんがやれるかなってぐらいなんですけどね。もしかして20来たー。超運、さすが超運藁っぽいデッキ。超運を果敢に使ってさせるか、させなかった。ちょっとオッケー、ここもオッケー。いや、集中してますよ。はい、いい集中ですよ。相手の指揮を無駄に使わせていく、これはいい守り方出ている。で、右側も五慶さんが数子を止められるんで、グッド。で、砲塔もボコボコにできる。とりあえず二重がちょっと危ないから、一回ちょっとシュートを前に出して二重逃がしたい。ちょっと際どいか、ゲゲキ取り、ちょっと、ちょっと欲張りすぎ。欲張りすぎかしら、楽砲派ですかね。はい。で、五慶さんは一回戻りたい。てか、まあちょっと塗りもやりたいんだけど、どっちかっていうとね、相手が笑すぎて、もうね、塗りはしょうがねえ。内乱を割り出せてます、この試合。ちょっとね、もうちょっと、ね、本当は塗りたいところは山々なのだけれども、とりあえず相手が常にガンガン来るんでこれはねもう防戦一方ですよ。まあ言うて朝鮮守れてればまあまあなんだけど、ちょっとでもね、リッチいいですかね。これに早くリッチとリジの反応がね、よかった。でもね、シュートは間に合いましたね。あー、でもちょっと危ない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 。ちょっと早く二重をもうちょっと、二重をもうちょっと、二重をもうちょっと、オッケーオッケーオッケーでした。でもこれちょっと危ない危ない。二重がちょっと、二重がちょっとやりすぎた。あー、ぬるいぬるいぬるい、ちょっとぬるい。周隊がもうちょっとだけやり構えたかったねやらかしちゃったあー、もう集中力取り手取り手ですね。まあ一応なんだかんだでこれだったらまだね、朝鮮守れるんでいいんですけれど、ちょっとでも兵力減らされちゃうのはよくろしくはないですね。士気が不老そうなんで、とりあえず、だからここね、これか、ぬるかったな、ここ。五慶さんね、もうちょいっていうかね、狙いが違う、せめて五慶さんがこう、ね、このピン落雷されないようにね、気をつけてたはずなのに、あーって言ってますからね、どうしても孫作を殺したくないという、なんかこれもあって、孫作もね、飛来心にしてもよかったの、これ。てか、五慶さんもね、てかね、すぐしとかで、ね、どうでもよかったんだよ。すぐに徐々に切り替えてもよかった、むしろ。これはね、ぬるかったですね。せっかくマヒア撃ったのに、みたいな感じですよ。そして、徐々にも逃げられてしまう。これは相手の方とね、攻撃、間に合わないと思ったんで、突きました。大丈夫です。いやー、でもやっぱ、藁はきついですね。いやー、藁きつい。マジきつい。塗りをどうするか、これ課題ですね。藁に対しての、ね、塗りをどうしていくか。姫守りきったとしても、これだから、あれですよね。なんか、せめてあそこの、マヒアを徐々に打って、止めつつ、もういっそ連環叩くぐらいの。てか、今回ただ私ちょっと落雷使ってないんで、落雷の範囲がわかんないんですよね。
あーちょっとだから自分で使って範囲を覚えるぐらいしとかないとダメですね。これはね反省点が多い試合ですね。これ超運倒せないんだよね。とりあえずね挑戦がやっぱ強いんで塗りをやっていきますが、ちょっと危ういな。でも言うて右側結局塗ってはいるけれど、まあ一応ゴケイさん下げるがしかしですよね。あーちょっとねやっぱ果敢にはいけない。そして相手が何を使ったかというと連冠でした。これはねもうやっぱあそこですよね。もうしょうがなく前に俺がこうなんか前のデッキなのにちょっとこう前に攻めていかなきゃいけない状況を作らされた時点でまあお察しですわね。はい、もうしょうがないんで攻めて攻めて、いや言うてですけどね、これはもはやねちょっともう打足感がある感じですよ。あーでリジがちょっとやり出したいんだけれど、ってかもうやっぱりサッパー連冠強い。うーん、いやー超運の鬼突が、あー鬼突が鬼突が、ってか相手の連突めちゃめちゃうめえ、あっぱれーなー。あー打点じゃないですね。いやいやうまかったなこの人。いやいやお上手、これはもう無理ですわ、巻き返せない。いやーちょっとやっぱりピンだくらいね、だからこれね思い出さされましたね、思い出さされました、日本語大丈夫か、思い出させられましたなんか怪しいな。そうだからやっぱピンだくらいはね、やっぱそうこれでねやっぱ飛来心を立てるっていうのをね再認識しました。やっぱね、だいぶね、時間も空いてたんで、あれですけど、やっぱね、方でもこれは意識しなきゃいけないなと思いましたよ。うん。はい。はい、お疲れ様でした。心地いいね。叶うならずっと居座りたいもんだ。お前は本当に天敵だな、毎回な。うん。もうコンバージョンでも絶対許さないからな、マジで。はい。ということでね、ここで前半戦終了です。まあでもちょっと見どころはあるか、てか相手の連突とかちょっと見たいですよね。はい、じゃあということでここからこわーもうこれはなんかダセーわなんかないから、何やる後半でもうちょっと言いようがあるやろと言いたいんですけれども、まあいいです、なんか考えよう、ダサいさて、いやーでもすげえデッキだな。装備力いくつだ ?81、15、16、23か。装備力あんま変わらんのよな。俺は装備力が12、15、24だから、それも装備力高えって感じだもんね。やりますな。じゃあ、こういうぐらい、こんぐらいのレベルの人に今勝っていかなきゃいけないと思うんだよな。今後。じゃないと上には上がれないからな、結局。開幕、そうだね、一応、まあ、配置は悪くなかったというか、まあ、相手の、やっぱ結構、この開幕で重要なのが、まあ、やっぱり、その武力的な話ですよね。まず相手の配置、初期配置を見て、即座にどこに何をぶつけるかっていうのを、まず考えていかなきゃいけないところですよね。いや、でも俺、これ、ぬるくない、なんで20、白の中入ったんやろ。ああ、そうか、序書が来てたからか。そうだ、そうだ、思い出した。思い出したっていうか。ただ、序書が、だから、こう、結局、この初期配置を見たときに、とりあえず、まず、とりあえず、趙雲と郭氏が、まあ、武力高いんで、まずそこに集大と孫策を当てたいっていうとこ。で、まあ、天炎氏ないしは、なんか、とりあえず、この歩兵たち削るためにも、まあ、あと柵守れるんで、結局乱戦でもね。だから、ここに5系を配置。で、孫策はある程度真ん中からどっちにも行けるようにフリーに対応を。で、ここ、とりあえず走りに数子が見えたんで、挑戦を。俺最初のですか、むしろ城内スタートしてたっけ、そうだよね。うん。そう、とりあえず、弓兵2人は城内スタートして、この配置だったから、とりあえず、数子やったら数子の橋攻めは挑戦怠慢で止められる。まあ、ここに天使だから、ここにとりあえず合計出せば止められる。んで、ここに助手がやってたから、まあ、2-4、2-4。だからリジ下げて、序書と相対すれば、まあ、ここ一人挑戦じゃ荷が重いんで、まあ、とりあえず。で、ここにリジを配置することによって、孫策はこっち側に対応できるっていうようなことで、
初期配置というか開幕はそれでやった感じですね、うん、で一応序章が来たんで序章を1回弾きので結局この後どうしたっけ、うん、ナイス迎撃あてかもう序章めっちゃ帰ったねさよなら。で今回序章伏兵じゃないんでねそれは助かるマジで。だからまあ序章が消え帰ったんでだこれうん、これは反省点やな。だから20がね、そう、もうちょっと早く出したかったのよ。あれ、次、だからあれ、罠だったんかな。だから、こう、なんやろね。あ、そういうテクニックだったんかな。わかんないけど、序章をこう走らせて、孫作が序章を追ってくるって、こっちに、いや、でもわからんわ。わからん。それはわかんない。なんでもない。はい、でこれでとりあえず役目が終わった挑戦はすぐにこっちに合流と。ここちょっとなーちょっとなーですね。まあ内乱食らうのはしょうがない。いやー多分柵もそんなに守れてないし、ここはねリジュいい仕事したねー。うん、まあ悪くない開幕なんですけどね。だから本当はここでちょっとライン上げてもよかったかもですね。ここちょっと下がりすぎな気がするな、これ。完全に策壊されたもんね。ここでとりあえず序章だけでも殺してきたかったんだけど、これ殺せたっけ？殺せてないんだよね、確かね、これ。てか、ゴケイさん、天使打っちゃってるもんな。果敢だな、相手の序章。確かに、まあ、兵力ミリでも、ミリでも、まあ、馬は逃げられますからね。まあ、でもやっぱ。相手が高スキルだと面白いですね、いろいろと。これ孫作甘くねえか、ここは危ないよね。やっぱまだ私は、まあ、まだまだですよね。とりあえずここでまあ即座にやり構えて、相手がなんか結構ギリで突したいタイプの人だろうから、これはこれで逆になんですよね。まあ言うて今回の迎撃割と今までと感覚違う気がするんで、刺さるときは刺さりますよね。策がニートになっている。楽方発火。なんだかんだやっぱり一応今までまあ散々守りのデッキ使ってるから守るのはそこそこうまいんですけど、そこそこね。だけどですよね。今回は本当に内乱があるから守ってるだけじゃ勝てないんですよね。そこですわ。そこをどうしていくかなんですよね。とりあえず相手のライン上げさせないことが大事なんだけれど、ここだな、ぬるかったの。こことりあえず技術を早めに出してちょっと集体もやり出したい、 OK なんだけど、ここだよね。ちょっと集体の乱戦がちょっとやりすぎ感でが、ちょっともうちょっと20がね、そうここでね出たんだけど、ちょっとねここであと集体も下がらずに槍を出しとくぐらいの気持ちは必要よ。まだだまだだまだまだだまだまだ、そして集体取られちゃうからね、これはやばいや。要2人を失われたわけだからね。そりゃ5K も戦わざるを得ねえわけだけど、でもそこの判断悪くなかったんよ。悪くなかったんだよな。むしろいっそ消防でも叩いた方が良かったか、これ。いやでもね、数字が見えてたから消防を叩きたくなかったんだよね。いやここね、そうね、序章だよ、序章。でも即座にちょっとサーチ切り替えて、あの数字じゃなくて序章をここで止めてね、落雷がね多分ここまで来ちゃダメなんで、ここね、ここね、はいはい、なるほど。いやきついな、無理だったかも。マヒアと止められなかった。だからマヒアと連環絡めたらワンチャンあったかな。でも俺これ多分全局でここは絶対姫守らなきゃいけなかったんだよね。ここで姫守れてれば、まだチャンスはあったかもね。まだリード取れてた。やっぱ白ダメージだいぶ上がったんで、いいとこはあったんだけど、こっからはもう自利品ですね。もうダメっすよ。こうもう前に上がらなきゃいけなくなってきた時点でなかなかお察し。あれも苦し紛れだからな、この距離で連環叩いてもダメっすよね。ちょっとね、てか超運が下がった後に、あの超運の移動距離ももったいないわ。やるなら即叩いた方がよかったね、これちょっと。ちょっともったいない。あなただ。
ダメですね。昔みたいに東博がいればここで退路遮断とか言えたけど、まあ言うて超運みたいにあんな高知力のやつ相手にまあ退路遮断そんなに長く持たないんだけど、しかもあんだけ兵力ある超運だからね、うん、ほんと苦しまりで、てかもう色温がいやーきついですね。さあここからの超運の連突がなかなか見ものなんじゃないでしょうか。いやーうまいなー、俺も突はまだ下手なんでちょっと参考にしたいなーって言うて、まあ手元とか見れないから結局なんだけど、うーん、なんかあの8の字突じゃないけどそんな感じのやり方なんかな。うん、8の字っていうかもうちょっと違うか、どっちかっていうと。はい、おっと、まずここは集体が男の人使うが、まあ、集体の硬さもなかなか見ものですよね。結構耐えてるもんね。1、2、3、最小限だね。4、5、ああ、まあ5発耐えてるからね、場合によっては6発ぐらい耐えられたかもしれないね、なかなかの硬さ。うん、いやー超運ぜーっていうか、あんぐらいで突れんのか、なかなかだね。新作戦法弱体化したとはいえ全然やっぱりまだ強いよね。ていうか、まあやっぱテクニックがある人が使う新作とかは強いよ馬の連突はね。マジでお前には絶対リベンジするかな。ていうか、まあ違う、関係ないけどね、どんな人が使おうがお前は絶対許さん。はい、というわけで、はい、ここでじゃあ終了です。ちょっと長かったけどね、お疲れ様でした。まあ楽しかったですよ。うん。仁義なき葵とは戦えなかったけど、っていうか、まあまた別の機会があれば戦っていきたいかな。っていうか、むしろ私が全国で上げていけば、ね。っていうか、今回むしろ葵いるのかな。っていうか、葵、むしろもう社員になったんだっけ、もう全然覚えてない。失礼。まあまあまあ。まあそんな話はありますが、まあいろいろね、あるけど長くなっちゃうんでね、お疲れ様でした。バイバイです。